キー配列はタイプライターやテレタイプ端末の鍵盤やコンピュータのキーボードなど機械的、視覚的、機能上の文字や数字、機能動作の並びである。機械的なキー配列はキーボード上のキーそのものとその配列であり、視覚的なキー配列とはキーボード上のキーの上の表示を指す。機能上のキー配列とはソフトウェアなどで定義された一つ一つのキーに 割り当てられた意味や機能のセットを指す。現代のコンピューターのキーボードは、そのキーが押された時に、キー上の文字そのものではなく、オペレーティングシステムにスキャンコードを送信するように設計されている。OS が、そのスキャンコードを日地方の文字コードの変換に、基づきある文字に変換する。その変換表をキー配列表と呼ぶ。つまり、物理的なキー配列は、 実際のキー配列を変更することなく、キーの動きの意味を翻訳するソフトウェアを変更することにより、動的に変更することも可能である。鍵盤の鍵の字が常用漢字外だったため実用語集では、鍵盤配列だが、当記事では通称のキー配列を使用する。キー配列は、キーボード上のキー位置を定める物理配列と、ある物理配列に対して、 文字キーの並びは、論理配列は、アルファベットやナともに、様々なものが存在するが、英字では、クワーティ配列、ドイツ語圏、チェコ語圏では、クボーツ配列、フランス語圏では、アザーティ配列、日本語のカナ入力では、ジス配列が普及している。同様に、中国語における漢字入力、朝鮮語におけるハングル入力の配列があり、いずれもクワーティ配列である。 そのためクワーティ配列はキー配列のデファクトスタンダードと呼ばれることがある。クワーティ配列がどのように成立したかについて初期の機械式タイプライターではあまり高速に打鍵しすぎるとインジハンマーが絡まってしまうためによく連続打鍵される文字をあえて左右の離れた位置に配置したという説がオーガスト・ド・ボラックやポール・アラン・デイビットなどによってルフされたが異論もあり、定説はない。 物理配列では、主にコンピュータでは Apple II などの流れを組む、m a c ン i n t o s h や各社ユニックス端末でのキー配列と、IBM が PC、AT 後期にメインフレーム端末の操作性を持ち込んだ101キーボード系に対別される。101キーボード系の主なものには、以下がある。上記に Microsoft Windows 用の3キーを追加したものは、それぞれ104キーボード。 105キーボード、109キーボードとも呼ばれる。さらに、電源、音量などの3キーを追加したものは、それぞれ107キーボード、108キーボード、112キーボードとも呼ばれる。これらの101などの数字は本来は、キートップの数であるが、実際は各メーカーにより数と配置は異なり、あくまでも基本的な配列に対する故障である。このため、 実際には104個や107個やそれ以上でも、現在でも101キーボードと呼ばれる場合は多い。また、Windows 用キーボードで3や HP のユニックスのようなキー配列をエミュレートするための Windows 用ソフトウェアなどが知られている。物理配列 PC 用とは IBMPC 系の配列である。常実のように、US では百一百四 a キーボード。 ヨーロッパでは102、105多国語キーボード、日本では106、109日本語キーボードが主流である。ただし実際のキー数や、キートップ上の表記は、メーカーや、モデルや言語によって、14インチ以下のノート PC は、通常、ンキーがない、電源、音量、アプリケーション起動関係のキーなど、多少の相違がある。83キーボードオリジナルの IBM PC の83。 キーボードオリジナルの IBM PC および PC-XT で採用された。後の AT キーボードとの対比で、XT キーボードとも呼ばれる。基本的な配列は IBM PC 登場以前の各社配列と大差はないが、テンキーとカーソル移動キー等が兼用されており、ナンロックキーで切り替えるのが大きな特徴である。84キーボード IBM PC-AT で採用されたため、 AT キーボードとも呼ばれる。83キーボードとの外見上の際は、メインキーブとテンキーブが分割された、シスレックキーが増えたの2点。接続端子の形状と電気的な仕様は83キーボードと同一だが、スキャンコードが変更されているため、83キーボードとの互換性はない。101キーボード、101キーボード、IBM101 拡張キーボード。 IBM PC-AT 後期より採用され、同時に PC-XT にも発売された。横一文字のエンターキーが特徴。後に、ANSI-X3.154 から1988。発足後は、ANSI-INJITS154-1988 として、比較化され、以後の PC-AT 後換期の主流となった。後述の104英語キーボード、102、105。 他国語キーボード、106、109日本語キーボードなどのベースでもある。アジア圏の古い製品を中心にバックスペースキー、あるいは右シフトキーのサイズを削ってキーを一つ増やし、代わりにキー部分までエンターキーを拡張した101キーボードの編集が見られる。工実する韓国の KS 規格、103キーボードはこの編集の派生型にあたる。 当該編集の左右反転した L 字型のエンターキーは俗にビッグジアネンターと呼ばれる。102キーボードイギリス、アイルランド向けの102キーボード多国語用に101キーボードをベースにして101キーボードにおける左シフトと Z の間にキーを一つ追加したもの。エンターキーは180度回転させた逆 L 字型。ISO IEC 9995で規格化されているが、細部は各言語用で異なる。イギリス、カナダ、フランス、イタリアなどで用いられる。ただしこれら地域でも101キーボードで済ましてしまうことも多い。103キーボードケース X5002 で規格化されている韓国語用のキーボード。いわゆるビッグ、アスエンターキーを持つ101キーボードの足をベースに、 スペースキーの左にキー、右にキーを追加したもの。KSX5000 には論理配列として2ボル式を想定しているが、3ボル式及びその編集を利用することもある。ただし、漢字の使用機会が著しく減少していることもあり、韓国内でも101キーボードで済ませることが多い。104キーボード101キーボードをベースに、Windows キー2個とメニューキーを追加したもの。 104キーボードブラジルアブントにキーボードブラジル企画協会 NBR1346 バリアントに及び1347で企画化されているブラジルポルトガル語用キーボードの配列。102キーボードをベースにキーを追加。さらに点キーのキーを上下に分割したことで2つキーが増えたもの。両シフトキー間2個のキーが並びテンキーにコンマと ピリオドがあるのが特徴。テンキーブは、キーが上下に分割されて、上が、下が、となり、例の右隣のキーは、ではなく、となっている。キーがなく、両、シフトキー間のキー数が11となる、NBR1346 バリアント1という規格も存在する。この配列の場合、ワールゴは Q、ワールゴは W で入力する。 105キーボード102キーボードをベースに、Windows キー2個とメニューキーを追加したもの。106キーボード109キーボードの左側、日本語106キーボード、オットグ1 0 6キーボードなどと呼ばれる。101キーボードをベースに、日本語入力で必要な変換、無変換、カタカナ、ひらがななどのキーを追加したもの。エンターキーは逆 L 字型であり、 正確には102キーボードがベースとも言える。1991年に日本 IBM の PS55 シリーズ用に追加された 5576A01 キーボードの配列が o ットグ g にも採用され、DOS、V 及び PC、a t 互換機の普及とともに日本で事実上の標準となったもの。102キーボードと拡張された文字キーの数は同じだが、 スキャンコードが違うためソフト的に配列を入れ替えても同じように入力することはできない。具体的には102キーボードの数字の1の左隣のキーはスキャンコードでは同じ位置にある全角、半角キーと同じである。したがって文字キーの数が一つ減ることになるがこれをバックスプイスキーを分割してキーを追加することによって補っている。同様に102キーボードで Z キーの左に追加されたキーが106キーボードではない代わりに右端にキーが追加されているがこれらのスキャンコードは同一ではないこのように文字キーの位置が異なるためそのままでは106キーボードと同様の利用はできないのである109キーボード106キーボードをベースに Windows キー2個とメニューキーを追加したもの2019年現在はこれが主流 オットグで標準化されている。右ウィンドウズキーを省略した108キーも存在する。その他キャノンのキアノワードアルファ370で初めて採用された。日本語入力のできる速記用、ワープロ、スピードワープロ用に開発されたキーボード。物理配置は、いわゆる左右分離式で、基本は右手で母音、左手でシーンを担当する。文字キー自体は10個しかないため、 シフトキーで補うほか、複数キーの同時押しによって、単語をまとめて入力する。特にキーの組み合わせは莫大で、テキスト3冊分に及ぶという。1991年10月16日に、学校法人川口学園はセダ、速記はプロ事業部から、ステノワードが発売される。システムの開発者は、学校法人川口学園。 早稲田即帰はプロ事業部門の柴田国博口述のステノタイプのように、ニーモニックを割り当てることで、よく用いられる文句のパターンを、コマンド入力したり、文章同士を組み合わせることで適切な文句を一括、入力することも可能。地上デジタル放送と、聴覚障害者向けのリアルタイムキャプションが始まると、その用途に活用されるようになった。主な用途が、 リアルタイムであるから、ニュースなど生放送において欠かせない。アルファベットの配列は、タイプライターの伝統もあり、国、言語によって、極めまた、入力の効率化のため特に工夫されたものも存在する。ここでは主なもののみを示す。日本で簡単に手に入るキーボードでは、オーブン記号類の配列は大きく分けて、次の2種類に分類できる。 アルファベット部分はどちらもクワーティ配列である。ロジカルペアリングはシフトキーによってアスキーコードの回4ビットが変化しないという特徴があり、タイプライターペアリングを文字コード順に並べ直したような設計になっている。なお、これは大きく分けた分類であり、実際にはそれぞれいくつかのバリエーションがある。2019年現在ではタイプライターペアリングは 英文用ということでかなが配列されておらず、ロジカルペアリングにはかなも実配列されていることが多い。しかし、1990年代の初めぐらいまでに発売されていたマッキントッシュは記号類がタイプライターペアリングでかなが実配列という接中型が標準だった。古いユニックスワークステーションも記号類はタイプライターペアリングのものが多い。 いずれも2019年現在標準で売られているものは記号類もロジカルペアリングになっているが当時からこれらの機種を使っていた人にはタイプライターペアリングのキーボードを好む人が多い。なおタイプライターペアリングのことを ASCII 配列と呼ぶことがある。これはタイプライターペアリングを規定した最初の規格である a n c x 点一四から百七十一が アメリカンナショナルスタンダードアルファニューメリックキーボードアレンジメントアコマデイティングザキャラクターセットオブアスキー a s c スクアというタイトルだったからである。ただし、この企画を改定したアン CX4.23 から1982のタイトルにアスキーは含まれていない。カナ入力キー配列も参照カナケージス配列の MacBook Pro。 キーボードカナ系は基本的に1打鍵で1つのカナを入力する方式。キーが足りない分はシフトで補う。漢字はナ読みを入力してかナ漢字変換を用いるのが一般的。日本工業規格が制定した実配列をベースにしたものがデファクトスタンダードになっている。すべての打鍵が1キーによってなされる配列を順次、打鍵配列と呼び実カな入力が 代表的である。一方で、一打鍵で複数キーの同時押しを要求することのある配列を同時打鍵配列と呼び、ニコラなどの親指シフト系配列が属する。校舎では同時押しを判定するためのソフトウェア、または専用キーボードが必要となる。厳密に同時押しすることは困難であるので、複数キーが押されたタイミングのズレをどれほど許容するのか設定する必要もある。 許容幅は大きいほど同時打鍵は認められやすくなるが、高速の順次に打鍵を同時押しと誤認するリスクも高まる。二打鍵系、行段系多段シフト型漢字キーボードに打鍵系は、いくつかに分類可能である。いずれの方式においても、常に二打鍵で入力することを保証しているわけではない。数字の配列点キーのキー配列は、電卓型と電話型に対別される。なお、 電卓型のキー配列は1913年にグスタフ・デイビッド・サンドストランドが発明した手動卓上計算機が起源であり電話型のキー配列は1960年にリチャード・デイ・ニンジャーが発表した論文が元となっている電卓型では電卓で使用頻度の高い例や一を手前に配置したものでこれは国際標準化機構によって規格化された これに対して、電話型は、初期のパルス式の電話において、キーの数字に対応した個数のパルスが割り振られ、例には10が割り振られたために、左上から順に1から数字が並べられ、これは国際電気通信連合によって規格化された。電卓型電話型アルファベットの点キー配列1939年のダイヤル式電話機。電話番号。 LA-2697 にはニュージャージー州レイクウッドの電話交換局名 LA が含まれている。元来、米国では電話番号がアルファベットの電話交換局名と数字で構成されていたため電話機の各数字キーにアルファベットが割り当てられていたことに由来する。Q と Z は局名としては使われていなかったため実装方法が 統一されず、他国の製品には、米国のデファクトスタンダードと異なるキーに Q と Z が割り当てられていたものがあった。電話のキー配列は、ITU の E161 及び ISO、IEC9995 から8、2009で標準化されている。テンキーでの日本語入力日本向け携帯電話のキー、日本語の入力方法としては、 ポイントシーンの組み合わせを選んでカナを入力するのが一般的であるが操作方法に以下の種類がありそのキー配列は標準化されていないロードキスアスロードキス JP106 など実配列のキーボードを US 配列として使うにはエトセトラ RC カンフにキーマップイコールアス ISO を追記して再起動するさらに CTRL と CAPS を入れ替えるにはユーズ シェア、シスコンズ、キーマップス中の029を058に058を029に書き換えて、KB ドキントロル、エルアス、ISO をルートで実行するか、もしくは再起動する。エトセトラ、RC、カンフにベスコンズイコールイエスを追加する。エトセトラ、ベスコンズ、カンフにエンコーディング JP、スワピドルキャップストーを記述することによって、デスクイボード配列で。 コントロールとキャプスロックを入れ替えることができる。サッチブマップ JP、サッチブマップアスドボルザークなど。以下のようにして、キー配列の追加、切り替えができる。また、キー配列の切り替えは、言語バーから選択したり、ALT シフトを押すことによっても可能。ただし、この場合は配列とともに、IME もセットで変わってしまう。例えば101配列上で。 MSIME を使うということはできない。このような目的の場合はドライバを交換するしかない。ここで適切なドライバを選ぶ。不適切なドライバを選ぶと操作できなくなる。またこのドライバはマウスのドライバも兼ねているので不適切なドライバを選ぶとマウスが使えなくなることもある。フックをかけることで疑似的に切り替えたり、 切り替えのできるドライバに交換することによって目的を達成しようとするものはいくつか存在する。MacOS9 までならキーボード配列、MacOS ではキーボードレイウッズやケックストで行う。システム環境設定の言語環境ペインを選び入力メニュータブの一覧のチェックを入れる。言語環境ペインは入力メニューの一番下にある言語環境を開くからすぐにアクセスできる。 配列はタイガー同一覧にあるキーボードビューアのチェックを入れるタイガー以前アプリケーションフォルダ以下ユーティリティフォルダ内のキーボード配列で確認できる。また上記の方法以外に入力プログラムのローマ字ルールをカスタマイズすることでも記事的に実現できる。ありがとうございます。